はい、10月10日ゲーム高島カニ店の D バ雑談配信第3回目を行っていきたいと思います。お願いしはい、お願います。しよろしくお願いしまます。まず自己紹介からということで、司会兼進行役を務めます偽物と、私、店員の RYO です。お願いします。はい、店員のクライネと申します。よろしくお願いします。ということで、今回ちょっとね、普通だったら今まではこの3人で運営、やってたんですけども、今回ちょっとゲストを招いております。はい。お願いします。あ、ディーバ兼音ゲープレイヤーのユウです。お願いします。お願いよしまろしくす。お願いします。ついに、はい、ゲストを招いゲてスの、ト、ついにね。朝の夜桜ゆうさんに出会えたことが嬉しいですよ。なかなかレアっすよ。意味深と捉えてもよろしいですか。まあ、ということで、ね、まあ、ちょっとゆうさんの、まあ、過去のそのディーバのプはい。レイのところとかを振り返りながらね、ちょっと雑談の方を進めていきたいと思うんですけども、このお三方で言ったら、誰が一番最初にディーバを始めた感じになるんですかね。まあ、間違いなく僕よりユウさんの方が早いから、ユウさんかクライネさんかっていうぐらい。僕、実はスライド入ってからのディーバなんああ、ですよ。本当？じゃあ、ユなんウで？さん。いや、でも僕もスライドしか知らないあれ、ん本で。当？本当？いつだろう？結構、僕はここに入ってからは、基本的にやっぱ、お二人がやってるのを見てたから、どっちが先なんだあれろうだと思っね、たんです曲けで、あれかもわからない、わかるかもわからない。何の曲が入った時かとかで、ど。覚えてます？二人。僕は工場が入るちょっと前ぐらいだから、全然遅いんですよ。はい。僕、確か君の体温が入る頃なんで、相当最近の方ですね。最近の方っすね、超超最近最だ近と思じゃん、そう。うん、れ。超最近だと思う。覚えてる？全然覚えてないですね。でもだいぶ、まあ、僕がやる前からやってたのは間違いないんで、学生の頃まからやってたもんあ、ね。学生だった、あのまあ頃。まあまあ。うん。多分、優が一番早いこ早とにいなとるの思うかけどな。早いはず。うん。僕は含めないでねって。やってるけどねって。ちなみに、宝島に入る前からやってたとか、宝島にディーバが導入されたからやり始めたとか、そういうなんかある？あ、ディーバ入ってるってのは、ここをちょっと調べて、知ってからそこあ、来そう始いう、めたって感じですああ、そういうことですか。はいはいはい。それまでは他の店舗さんの方でディーバはやってたみたいな。ね。いや、初めてディーバ触るのがここっあ、こていこだったう。の。おお、いいっすね。いいね。はい。さすここで、ここでこいつら見たらもう、逃れられんわが。な。やりたいってなっちゃう。ここでやるしかなくなってしまう。ね、本当だから、第1回交流会からいる方々いでする。からね。ああ、なるここ、ほど。ここ、そう、こ見てれ。もらった、これ見てうもらった。謎のテストプレイさんいらっしゃる。誰なんだ？テストプレイさん。もうこれ、これ決がまり第1もん。回だこれから。が、一番これが第1回目のやうん。つ。すごい時間かかったもんね。何時間くらいやったっけ、あれ、本当に。6時間ぐらいじゃないですえ？か。本当、そんいぐや、らいやってた僕、んだよね。昼からやってましたもんね。俺、記憶ないけど、そんなに長かったんですめちゃくね。ちゃ長かった。だこうん。れ、だって、なんか、2曲の達成率をはい。足して、なんかやるみたいな感じだったんですよ。はいはいだはい。から、必然的にその、まず2曲をまあ、プレイする。だから、設定を変えずにやったんですよね。1曲設定とか、そういう云々とかに変えずに、ああ、はい2はい曲のはい普はいはい。通のその設ああ、そっ定のか。まま、フリープレイにしたかどうかちょっと覚えてないけど、で、その2曲をプレイして、くじ引きで、くじはい引いはいはいはい。て、そのくじも提供だったんですけどね、お客さんの。ああ、作ってムいたニーだいさたん方の、がムニーね。さんの提供さんうん。はいはい、覚えてますよ。うん。です。で、それで結局、大会をやってっていう感じだったんです。結構時間かかったんでね。しかもトーナメント1回に限らず、こっちもそうだから、だから2回分の時間が取られてるから、はいはい結はい、構、だいぶやったね。まあ、普通に2曲プレイするだけでも10分くらい取るんかな。まあそうですね、もそれろもぐろらいか含かめりるますとね。かかるはかい。な。というところから、やっぱその初回はね、楽しかったね。まあ、人数は7人っていう、まあ、ここから増えてってくれたんで、僕的に、店員的にも嬉しかったんですけど、いや、増えてきま初した回ね。からね、うん。いじゃあ、初回うから、第1人が回2から人いね。て、だからこれをまだ使ってたところよね。これなんかそのエントリーシートみたいなのが、セガの公式さん、公式さん？セガ公式さんさのん。公式から出てたやつを使ったんですよ。これを初期の頃使ってた頃のやつなんで、これは。よかったら、店舗に来た人、ぜひ見てください。ね。ネデラをやっていた、背の高い方とか、ねえ、はい。いろい懐かろしい。名前が載ってらっしゃい載っますてのらっで。しゃいますね。はい。懐かしい。
その中でもね、やっぱその、まあ、ずっと来てくださってるユウさんとかね、うん、最近はどの音ゲーとかやってたりするんですか？最近は、まあ、音劇ちょっとや結構やってます、ね、はい、そうなんです、はい、ディーバー雑談なんですけど、これだけは告知しとかなきゃいけない。あ、そうね。じゃユウさんの方からお願いしますよ。10月24日にあの僕主催の音劇交流会があるので、あ、まあ、これを見てる方がいればちょっと見に来てほしいなと思います。お願いします。はい、はい、ディーバープレイヤーでも、ね、じゃあちょっとやろうかなっていう気分になっていただければ、あのもちろん来ていただいてもいいですし。そう、ディーバーも音劇も両方やってる人って結構いるんでね。でそういう人がね、結構やっぱ音ゲーマーの人たちってやっぱどの音ゲーやってもね、あの RYO さんもよく言いますけど、まあ、はいはいはい、どの音ゲーやってもやっぱうまい、うまいですね、ものがあると思うので、うまいですね、はい、やっぱあのそのね、あの交流会であっても来ていただいたら嬉しいなと思いますね、うん、まあ、基本的にはそうですね、 DVA からのつながりでこう雑談配信もあのゲスト招いてやってますけども、基本的にじゃあ今までお二人に聞いてたことをじゃあちょっと聞いていきますけども、一番好きな曲って何だったの？一番好きな曲ですかね、まあ一番ハマったっていうか、もうボカロで一番最初に好きになった曲がそのルカのあの Just Be Friends、 あれからハマってそのボカロの界隈に触れ始めたって感じですね。へえ、それは知らんかった。うん、逆にユウさんといえば何？うん、ユウといえば、うん、僕だったらソイヤさん。確率でユウ。まあソイヤさんですね。まあ多分あれはまあある人との出会いがきっかけだったと思うんでね。ソイヤさんを多分やって詰めたっていうかな。うん、頑張ってた理由がね。うん、その好きな曲かは知らんけど。ユウがめっちゃ頑張ってた曲で印象に残ってるのはエンビーかな。そう、エンビーはそうパーフェクトよね。ね、次頑張ってた。ああ、頑張って、ほんで最終的にパーフェクトも取られた。そうそうそう、ね、あの 9.5 で非常に難しい1000ノーツのね、うん、あの曲なんだけども、うん、すごいなと。印象にはね、残ってる。あと最近だと、あれですね、あの孤独の果ての9の方の。孤独はちょっと難しかったです、あれは。あれは難しい。今で言うと数はパフェスはどれぐらいまで？221、ね、増えたね。あ、増えた、すごい。おもう全品は近いな。いや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 、感じるな。でもそのなんかパーフェクトを取ったそのなんていうかな、きっかけっていうか、なんかそのこの前のフリープレイの時に結構他のプレイヤーさん、うまいプレイヤーさんからアドバイスをいただいて、それをね、あの実践したらパーフェクトを取ったっていうね、数日後に。だからそういうのがあったんで、すごい僕的には良かったのかなって思いますが、はい。やっぱそういうね、フリープレイの場っていうのは交流の場なんで、うん、やっぱそういう風にお客さんたくさん集まってね、前回ちょっとまだ僕またいなかったんですけども、いなかったね。まず店員目線でどうでした？めっちゃ楽しそうにやってましたね。やっぱそんな感じで。でお客さん目線初めて聞けるよね。だからこういう目線が。あ、そうだね。的にはどうですか、うん、フリープレイ。まあやってて、まあすごい楽しかったし、その普段来ない人がまあ来て、まあ、やってくれるんでね、はいはいはい、すごいいい刺激にはなったなと思います。あ、それはいいですね、まあ、刺激になったっていうのは本当に、うん、やっぱモチベ上がるっていうことだと思うんで、あの非常にいいかなと思うんですよね、そういうの。うん、定期的にやっていけたらやっていくんで、よろしくお願いします。ぜひ、ね、お願いします。よろしくお願いします。あと、ユウさん、僕の記憶だと、まだ高校生の頃って、なんか、マイマイをなんか打ってた、叩いてた記憶あるけど、もう今はほとんどやってる姿見ないよね。もう全然やってないですね。当時なんかやってましたもんね。あの、リーバか、マイマイかっていう感じだった、僕の印象だと。そうなの、僕そう、マイマイやってるとこ見たことないぞ。高校生の時、マイマイかディーバだった気がする、確か。へぇ、うん、マイマイはそこまでやってなかったんですよ。でうん、なんか僕の記憶だとそんな感じ。なんかマイマイとディーバをやるプレイヤーさんだなっていう印象だったかな。ノラトと入った時にちょびっとかじってるなってのを見たかな。まあ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 、俺と一緒にやったんだよ、ノラトとの曲を。あれは、
なんとなく覚えてる。だからあの時に、おお、なんかやってるわと思った覚えがある。けど、どちらかというとイメージは、ディーバとチューニズム。まあそうですね、今は、まあ、本当に、うん、チューニズム音楽かっていうぐらい。うん、彼もね、羽ばたいてく、羽ばたいてく、あの鳥もね、一緒に来てやってるイメージがあったんでね。鳥さんね、はい、誰かと思う、はい、俺も あえて鳥さんと言っておこう。いや僕一瞬誰のことかと思ったの。そういうことね。オブラートに包まれた状態でさらにオブラートに包んであげた。鳥さんこれ見てくれるかね。これ見せます。俺が見せます。てかまあ、ゆうくん来てくれてるし、はいはいはい、なんならだってちょびっとかじってるよね。そう、ちょっとやってた、うん、始めますって。おー、見たことないわ。これからよ、俺がやらせる、ディーバを全ピーまで上げさせるやつをね。はぁの次に頑張ってもらう。懐かしい。この店は全員擬音とか、そういうなんかよくわからん言葉で店員、はい、店員があのお客さんを紹介していくスタイル、はい、そう伝わるしね。印象が結構、いや、いろんなディーバプレイヤーさんね、なんかキャラクターが濃いっすね、全体的に。確かに濃い、ね、キャラクターが濃いね。いや、いろんな交流会とかやってて思うけどね、はい、他にいねえなこの人って感じがすごいす、ね、あの年齢層が幅広いんで、なんかすごい個性があるっていうかね、なんか僕はそういう印象を受けるなって、うん、だってこれ配信で言っていいかわかんないですけど、この間までアイコンが尻の人いましたからね。痛い痛い、はい、これだからアイコンが尻の人いたんですよ。尻ね。見入られた男とか言って。あ、そうなんすか。鈴屋の尻に見入られた男。ああ、はい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 。多分鈴屋でわかると思うけど。とかね、ああ、わかるよ、はいはい。その時点でもうね、誰かわかるって、これを言うだけで誰かわかるっていうのがあるからすごい。あ、まあそうですね。うん。よそみさんとかも普通に、はい、言うだけでわかる人が多いっていうのがある。うん。ホーリースターの方とかね。もうわかるからね、すぐ。うん。とかね、だから本当にうちの常連さんには、まあ、本当に楽しい方が多くて、ああそうですね、はい、ぜひとも全国のディーバプレイヤーを1回来ていただきたい店になっておりますね。で 今でこそカメラとか映ってないけど、もう押してる感がすごいよね。そう、まあ、これはプライネさん作品映ってないとこにね。あとこれいつも見てくれてる方、弱音ラガーの看板がないじゃないかって思われる、どっかにねあるんで見つけていただけるといいかな。これ、まあ、あれに間違い探しになってるの。どっかにあるんでね、探してみてください。弱音ラガーの看板ね、ありますんで。相手偽物が消えることによって何か見えてくるものがあるかもしれない。偽物がバイバイすることによって見えてくるものがあるかもしれない、きっと。まあ、これ重要なんで、皆さん、うちの店来られた場合は、弱音ラガーっていう、はい、合言葉をもとに聞いていただければ店員が反応しますので、はい、多分絶対この、なんていうの、トーク動画、ディーバの絶対どこかに弱音ラガー潜んでるっていう。絶対どこかに絶対おるぞっていう、うん、まああれですかね、この店のディーバ三大謎ぐらいで、はい、テストプレートは誰なのか、はい、なぜ宝島仮店はサイバーダイブを押すのか。そしてなぜ筐体をこんな感じで飾りつけたのか、はい、まあ、やっぱディーバといえばってのもありますし、まあ、ここの店といえばまあディーバっていうところがあったりすると思うんで、うん、基本的にやっぱこういうふうにお客さんゲストで招いてやったりとかしますけども、最初だから僕らがやるって聞いた時どう思った？やるってのはだからこの雑談配信一緒にやるみたいな感じで声かけた時、あー、まあ、まあ、2つ返事で返してくれたけど、まあ、誘っていただいて、まあ、光栄だなって、お、本当、まあ、思いましたね。結構こうやって動画にさ、出るって、やっぱり、僕でも結構さ、なんか、緊張するというかさ、うん、うん、なんかいろいろ考えることはあるんだけど、ゆうさん、もともとやっぱこういうの、やってみたかったみたいな、そういうのもあった。出てみたいな、みたいなのとか、うん。どうですかね、まあちょっと動画、まあ1回目とか雑談配信見てて、まあ楽しそうだなと思って、はい、ああいいですね、うん、なるほど、わちゃわちゃしてたけどね。それは嬉しいな。それを見て、いや自分も参加したいなって思ってくれてたんならもうすごい嬉しいね、うん、頑張った甲斐があったって感じ、ね、うん、あるね。まあ僕頭の中真っ白で喋っとったけどね、うん、だからこれを見た、あ、普通のここの常連さんならこういうチャンスあるんだ、ちょっと私もね、できればみたいなのが常連さんの方からね声かかれば嬉しいかなって。遠方に行った方々が戻ってくるきっかけになりそう。来るかもしれない。
ワンチャンね、ありかなっていう、戻ってきた時に合わせてみたいな。ああ、なるほど。帰省した時に合わせてやるみたいな。木具の音とともに舞い戻ってもらいましょうか。はい、